見てもらえるんだ。でもあんた、見てごらん。江戸城のお城下町、九条城の町並みも、昔と暑い日様変わりしたもんだろ。でも、おじさん、東京中行ったことにしてみると、まだまだ下町情緒あふれるお店が、時々作られてますよ。そこが九条城のいいところだ。あ、そして、老舗もあれば、新しい店もある。形は変わっても変わらない人情と粋な情緒が残ってるのが、人形町のなんとも嬉しいところだね。おや、